チンとホタエの必殺技かっこよかったな。ハグミも必殺技考えようかな。そんないいもんじゃなかったろ。ごくごく普通のフェイントだったぞ。タエさん、もっと特訓の必要がありそうですね。ねえ見て見て、あそこに人だかりができてるわ。みんな何をしてるのかしら。なんだか急に人が集まってきてるね。あれ、あそこにいるのってマリナさんじゃない？あ、本当だ。なんでこんなところにマリナさんが。マリナさん。え、タエちゃん。わ、みんなもいる。どうしたのこんなところで。ハグミたち、今日はみんなで海に遊びに来たんだよ。イブチンのリクエストなんだ。へえ、そうだったんだ。こんなところで会うなんてすごい偶然。マリナさんも遊びに来たんですか。ううん、そうじゃないんだよ。今日はちょっとしたイベントがあってね、その審査員をすることになったんだ。イベントの審査員？もしかしてなんか音楽関係のイベントですか。うんうん、違うの。あそこの看板見てみて。スイカ割り大会？そうなの。地域公認の正式なスイカ割り大会なんだけど、審査員は地域のお店が持ち回りで担当することになってて、で、私はサークル代表の審査員として呼ばれたわけ。正式なスイカ割り大会って何ですかそれ。意外と知られていないけど、スイカ割りって実はちゃんとした競技大会があるんだ。ルールも割と細かく決まってるんだよ。私もスイカ割りの審査員になるためにスイカを5玉食べたからね。それが審査員になるための条件なんだ。5玉も？すごい。はぐみ、5玉も食べきれるかな。つか、それは一体どういう条件なんだ。あ、そうそう、スイカ割り大会の出場者まだ募集しているみたいだから、みんなもよかったら参加してみたらどうかな。それはいいことを聞いたわ。私たちも出場しましょう。うんうん、はぐみも賛成。ビーチバレーに続いて再び武士道を試されるというわけですね。これは頑張らなければいけません。スイカ割り、いいね。海に来たって感じがするし。もちろんアリサさんもやりますよね。え、私？まあ、みんながそんなにやりたいなら。そんなにキラキラした笑顔を向けられると断りづれ。決まりね。マリナ、私たちも出場するわ。頑張ってスイカを割ってみせるわ。そうこなくっちゃ。それじゃアタッカーとサポーターを決めないとだね。え、アタッカーとサポーター？はチーム対抗戦なんだ。スイカを割る担当がアタッカー、アタッカーにスイカの場所を教えるのがサポーターって言うんだ。はいはい、ハグミ、アタッカーやりたい。私も、もちろんアタッカーがやりたいわ。あ、私もやってみたいです。みんなやる気満々だな。私は別にサポーターでいいから。それじゃあこうしたら、一番うまい人をスイカ割りで決めてみるの。それとってもいいわ。そうしましょう。いやいや、肝心のスイカがねえだろ。うわあ、ちょ、あんたたちどこから。つか、このスイカって、あら、アリサ、いつの間にスイカなんて持ってきていたの？いやいや、今黒服の人たちに渡されただけだって。おたえ、今の見たろ。え、私は知らないよ。それにしてもアリサ、もうスイカを用意してるなんて気合は十分だね。いや、だからちげえって。全然気合なんて入ってねえから。アリサさん、このことを見越してスイカを持ってきていたんですか？
おかげでスイカ割りができるわ。さあみんなでやってみましょう。うん、よかった。ありがとね、あーちゃん。はあ、もういいや。つか、なんで誰も見てねえんだよ。